郊外型フリゲートは中国人民解放軍海軍のフリゲートの環球に付与された NATO コードネーム。中国人民解放軍海軍での名称は0 5 4型ミサイルフリゲートであり、概念実証モデルにあたる郊外愛型とその成果を反映した量産型である郊外強型に分けられる。なお自衛隊ではカタカナでジャン海級と表記している。本型は ステルス性を考慮した新設計の艦隊に西側諸国やロシアのテクノロジーを導入した兵装を搭載している。対空、対戦、対水上にバランスの取れた兵装を備えており、またそれらの武器とレーダーやソナーなどのセンサーあるいはフランスのテクノロジーに基づく国産の戦術情報処理装置を中核として連結され、高度にシステム化されている。 その武装のレベルは従来の中国海軍のフリゲートと比較して極めて高く、特に郊外通型は中国海軍のフリゲートとしては初めて艦隊防空能力を有するまでに至っている。また、一世代前の郊守る型フリゲートと比べて1000トン以上大型化しており、公用性も大きく向上した。中国海軍は1990年代初頭より、 フリゲートの小規模な近代化に着手した。まず零五三 3H2G 型が建造されたものの、国産の股間防空ミサイルの成績が芳しく、なかったことから2隻で打ち止めとなり、フランス製品の3裁判に変更したレイゴ 3H3 型に移行した。こちらは実用性が高いと評価され、10隻が建造された。しかしこの時期、中国海軍は外洋進出を施行しており、 同系の公用性能では不足があった。このことから、まず新設計の大型の船体に 053H3 型と同様の兵装を組み合わせた概念実証モデルとして054型が建造されて2005年から2006年にかけて収益した。続いて 053H3 型と054型の運用実績を踏まえて艦隊空ミサイルを強化した 054A 型が収益を開始した。 同型は、傭兵側の満足度も高く、ワークホースとして大量に建造されている。運城054型シリーズの設計は、輸出用として開発された回 -16、U 型フリゲートを発展させて行われた。これは2000年に公開されたもので、名工型フリゲートなどがすでに制していた、大型水上戦闘艦市場で競争力を確保するため、ステルス性の大幅導入など、 それまでの中国製フリゲートの規制概念にとらわれない設計を行っていた。結果として、海 -16U 型の輸出は失敗したが、その開発の経験から得られたものは大きかった。この結果、本型は中国海軍のフリゲートとして初のステルス艦となった。海 -16U 型は1600トン級という比較的小型の艦であったが、上記の権威より、 公用性能の強化が要請されたことから、054型で3800トン級と大型化した。また幅広の船型を採用しており、L、B 比は従来のフリゲートでは9.5から9.2程度であったのに対し、054型では約8.8となった。線形は中央線路型である。レーダー反射断面積低減のため上部、構造物外壁に傾斜を付すため、 艦首から艦尾まで全通する、ナックルラインが設けられている。また艦首にはブルワークが付されている。コダドという式方式は、コーマモル型と同様だが、機種は、フランス製のセムットピルスティック 16PA6V280STC 高速 V 型16気筒ディーゼルエンジンに変更された。p a 六シリーズは先行するエコ型フリゲートでも、採用実績があったが、本型では、 フランス海軍のラファイエット級フリゲートと同行成となっており、手機の防振・防音に関する技術が導入されたと言われている。また、蒸気の RCS 低減策についても、ラファイエット級との類似性が指摘されている。戦術情報処理装置としては、054型では、ZKJ-4B6 が搭載された。これは、フランスのトムソン CSF 社のタバタクを元にした。 三斎版とされており、中国海軍では零 51G 型を皮切りに、1990年代に建造、改修された中国海軍の駆逐艦で標準的な装備となっていた。その後、量産型の零 54A 型では、電子装備の改良強化が図られた。初期建造艦の一部には零54型と同系列の ZKJ-4 シリーズが搭載されたが、 新世代の ZKJ-5 の実用化とともに、こちらが搭載されるようになった。これは例後に B 型駆逐艦で装備化された中国第三世代の戦術情報処理装置であり、分散システム化が図られている。また戦術データ、リンク装置としては、やはり中国海軍で標準的な HN-900 を搭載している。これは、 イタリアの IP-10 の3裁判とされている h q 1 6用 VLS。0 5 4型と0 5 4A 型の間の最大の際は対空戦システムにある。0 5 4型では0 5 3H3 型を概ね踏襲し、センサーとして360型対空、対水上捜索レーダー、火力として h h q 7個間防空ミサイルシステムが配置されている。 HHQ-7 はフランス製のクロタルシステムの3裁判と考えられておりカストール IICCTM の3裁判である345型レーダーによる射撃式を受ける。その後15年にわたる0 5 3H3 型と0 5 4型の運用実績を踏まえて0 5 4A 型では新開発の HHQ-16 艦対空ミサイルシステムが搭載された。 これは、ロシアの QM38M にミサイルの中国版と考えられており、マーク41に告示した国産の VLS を使用しているが、後期生産型は英語 4D 型と共通化が図られ、同じ VLS 国家軍用標準 GJB5860 から2006型に変更されたという説がある。射撃式には 3K90 と同様に 3R90 が使用される。 射程も延伸されており、これにより、本型は、中国海軍初の両艦防空フリーゲートとされた。これに合わせて、レーダーも、より高性能なフレガート前マイナス5の、三歳版である382型三次元レーダーに、変更された。また、郊外 I 型と郊外2型のいずれにおいても、マックに似た構造を採用した後部マスト上には、 低空警戒用の364型レーダーが、レドームに収容されて搭載されている。従来の中国海軍フリーゲートは、対戦兵器として87式6連装対戦ドケット砲を標準的に搭載してきた。本型ではこれに加え、西側の標準装備であるマーク32短魚雷、発射艦の模倣版である3連装短魚雷、発射艦を搭載しており、ここから、 U-7 単魚雷を発射することができる。U-7 はアメリカ合衆国製のマーク46及びイタリア製の A244S の模倣版とされている。なお、船体のステルス化設計に合わせて単魚雷発射管は通常は艦内に収容されており、使用時のみ原則を開口して魚雷を発射する。本型はロシア製の MGK-335 バウドームに収容して搭載していると言われている。MGK-335 は、1世代前のロシア海軍の標準的なソナーであり、複数のバージョンが確認されている。ソリッドステート化されるとともに栄光ソナーを省いた。MGK-335MS 型は11351型国境警備艦にも搭載された。MGK-335MS 型は、 中周波数を使用し、パッシブモードでは3回り、アクティブモードでは5回りの探知距離を有していると推測されているが、これはアメリカのアン、SQS-56 にほぼ匹敵する。またレーゴに A 型では、アン、SQR-19 タクタスに相当する栄光ソナーが搭載されているという説もある。耐水上火力としては、こう守る2型と、 同じく YJ-83 艦隊艦ミサイルを4連装発射塔2機に収容して搭載する。その射撃式には、054型では344型レーダーが用いられるが、054A 型では、ロシア製の MR-331 ミネラルを使用する。MR-331 は、アクティブモードでは 250km 以内の50、目標を同時に追尾。 パッシブモードでは 450km まで探知可能とされており、大型のレドームに収容されて、環境構造物上に搭載されている。郊外外型では、フランスのクルゾーロワー,ール社製の 100mm コンパクト砲を元にした単装速射砲である HPJ-8755 合計 100mm 単装砲を手法として一気搭載していた。 射撃式装置としては SSM と兼用で344型レーダーが用いられた。一方、量産型の高外通型では、これに代わって新型の 76mm 単装速射砲が搭載された。これはロシア製の AK-17660 後ミ 76.2mm 単装砲の中国版であり、性能面では、 西側で広く使われているオートメラーラ 76mm 砲におおむね匹敵する。射撃式装置としては、730型 CIWS で用いられるのと、同機種の TR47C レーダーが全部マスト基部に配置されている。また、近接防空火器としては、コーマモル型など1990年代の中国軍艦で広く採用されてきた 37mm、 ダルドシステムに変えて 30mm 口径のガトリング砲によるシステムが採用されるようになっており、高外 I 型では AK-630、高 AK 外2型ではさらに新型の730型30マシュダブリウスを搭載している。高外2型の730型 CIWS は従来の 37mm ダルドシステムで用いられてきた 347G 型レーダーを 発展させた TR47C による射撃式を受ける。本型の電子戦装置はニュートンベータ電波探知妨害装置の中国版を中核としている。これはイタリアのエレトロニカ社のニュートンシリーズの小型艦向けバージョンであり ELT-211 電波探知装置 ELT-318 電波妨害装置 ELT-521 電波妨害装置によって構成されている。中国では、1985年に第723研究所によって、ヘルツマイナス100として散載化され、中国海軍では A53H2 型などに搭載されていた。またこれに加えて、922から1型レーダー、警報受信機も閉鎖されている。なお、戦隊中部量限に、 1> 各1機が設置された726から4型18連装ロケット砲はデコイの投射用にも用いられると考えられている。054型、054A 型では国産の Z-9C 紹介ヘリコプターを1機搭載する。しかし、Z-9C は搭載量、航続距離ともに限定的で、か -28 は使い勝手が悪かったことから、より大型。 高性能な Z-20 の紹介ヘリコプター化が模索されるようになり、2020年より運用試験に入った。これに合わせて、054AL 型では船体を延長し、格納庫やヘリコプター乾板を拡張している。飛行乾板上には、フランスの DCN 社が開発した着艦高速装置が設置されている。これは、 ハープーングリッドシステムと呼ばれるもので、蜂の巣状のステンレス板を飛行甲板中央に甲板とつらい地になるように埋め込み、ここにヘリコプター胴体仮面に設置された伸縮式のハープーンを差し込んで機体を拘束するという仕組みであり、フランス本国のほか、イギリスやドイツなどアメリカとカナダを除くナトウ諸国で広く採用されている。また、本型では、 飛行甲板と格納庫との間でヘリコプターを移送するため、ロシア系の機体移送装置を装備していると言われている。パキスタン海軍に4隻が納入予定。建造は、上海の小東中華造船が担当し、1隻の価格は3億4800万ドルとされる。2017年12月に2隻の霊5 4AP 型フリーゲートを契約。 さらに2018年6月に2隻の追加契約が行われた。戦隊や機関は 054A 型を踏襲しているが、兵装やレーダーの一部が変更されており、この導入により、パキスタン海軍は対空能力を大幅に強化できるとされている。2021年1月時点で2隻が浸水、年中に一番艦が引き渡される予定である。ウィキメディアコモンズには、 郊外型フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。